ね、油断すると普通にやっぱね、やっちゃうのよ、人って。ここ、やっぱり大事。この壁とか障害物の距離関係。はい、絶対に外交で後悔させない。どうも、外交デザイナーの宮です。宮さん、やっぱ外交を作る上で駐車場って大事じゃないですか。大事だね。駐車場を設備する上でちゃんと押さえておかないと後悔するポイントって実際ありますか？ある。やっぱサイズ感とかちゃんと把握してないと、思ったよりちっちゃかったとか、ちょっと余裕ありすぎるなとか。車によってさ、サイズも違うから、そのあたりもちゃんと考えておかないと、本当運転が苦手な方とかはね、困ったことになりそうだよね。予算も限られてますし、できるっておしゃれにしたいとはあるんですけど、ちゃんとこういうポイントを押さえておかないと、やっぱ予算的にもうやっぱ払いすぎちゃったりとかするんじゃないかなと思って。なくはないよね。そうですよね。ちょっとその辺も踏まえて詳しく教えてほしいです。わかりました。なので今回はおしゃれな駐車場でも後悔するポイント7選をお話ししていきたいと思います。この動画はですね、外交に悩んでる方だったりとか、今ね、駐車場とかで困っちゃってリフォームしていくね、改善してまたやり直したいなって思う方の皆さんに見てほしい動画となっております。やっぱり駐車場ってね、結構大事で、毎日ね、車乗ってる方出入りする空間となりますので、いかに使いやすいかっていうのがポイントになるかなと思いますので、そのあたりね、一つずつ解説していきたいと思います。1戦目、駐車場の位置関係。駐車場の位置関係ってどういうことですか？これね、ちょっと分かりづらいから図で説明しますわ。お願いします。はい。いつものじゃあ、挙動ですか？違います。駐車場の位置関係ね。皆さん、はい。これ何ですか？なんか急になんかホワイトボードありますけど、以前なかったですけど、何ですか？透明ボード。見たら分かりますよ。これでね、ちょっと図を書いてっていうことです。はい、あ、お願いします。はい。これ家、これドア。で、車。こんな感じで駐車しますよね。例えば玄関、こっちの方か。アプローチがあってとかですね。そうだね。で、車止めますよ。はいはい。思った時にどれくらいのサイズ確保しておいたらいいのかなとか。ああ。なかなか分かんないですか。確かに車のサイズによってもちろん違うと思うんですけど。そうだね。ただ実際に住んでる、ね、家の位置関係大事な気がします。大事。まずここの家が、ね、長い場合とかだと、はい、その駐車場のスペースっていうのはもう決まってきちゃうケースもある。ただ今回みたいにちょっと余裕がある場合は自分でね、制限できるから、自分で決めることもできます。で、車の写真によっても違う。やっぱり、アルファードとかだと奥行きが 4.9 とかあるから、車本体のね、はい、だからそれも大きい車ベースで考えた方がいいかなと思うんですけど、軽しか乗ってないよっていう方もいますね。だからそこは車によって変えますけど、はい、大体ね、ざっくり話すると駐車場の奥行き一番取れなくとしても 5m5000 少なくてね、これぐらいは確保する。なぜならさっきのアルファードとか大きいので 4.9 本当ギリギリだから、だから最低これは欲しい、はいはい、でもこれもし制限がなくて好きに決めれる場合だったら全然もっと取る、はい、5500とかもしくは 6m だから、5000から 6m ぐらいは欲しい。で、取れるようであれば余裕持ってる 6m とか 5.5、 5500、これぐらいを目安としてください。で、車が苦手な方は 6m とかね、余裕だった方がいいです。あと横幅ね、車の幅ね、これ写真によるけど、1700とか1800あったりね、はい、いろいろあるんですけど、これもね、なるべく大きい方がもちろんいいですね。扉開けたりもするしさ、これもね、狭いベースで考えると最低2500は欲しい。で、余裕があるなら 3m とか普通に欲しい。はいはい。だから最低2500から 3m、 これぐらいの感じで設計しますね。はい。で、やっぱり運転苦手な方はね、なるべく取った方がいいから 3m とか取った方が安全で、逆算してカーポートをつけたい場合であれば、3m 欲しいのであれば 3m と 3m の計算で 6m のカーポートをつけると、そういう風に逆算してカーポート選ぶのもあり。先に車のサイズ考えてからカーポートのサイズ決めた方がいいですか？いい。カーポートがこういう風になるとすると、はい、ここでね、 3m 欲しいなと思ったらこっちも 3m 取って、計 6m の間口のカーポートになってます。すると大きめのね、スペースができるから止めやすくなるよね。2戦目、障害物の位置関係。障害物の位置関係どういうことですか？これ壁とか構造物があるとちょっとやっぱ出づらくなる、はい、ブロックとかね。そう、ブロックってそんな別に距離結構ありません？なんか長すぎるとそこに引っ掛けるみたいな、はいはいはい、ちょっとそういうのをぶつかったりしないかっていう心配とか、実際止めづらさみたいなのがあるから、なんか内側に当たるんじゃないかな。そう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 、書きましょうか。あ、お願いします。例えばさ、ちょっとさっきと変わって、はい、横に例えば止めましょうかみたいな、こういう風に出たいですよ。で、例えばさ、ここにじゃあ壁があるとしようか、ここ出たやつが入るとき大変じゃない？ちょっと確かに止め方大変ですね。そう、例えば車隠したいと思って壁をね、長めにしちゃったりした場合、出入りするときにここがぶつかるんじゃないかって結構心配になったりしますので、ここの壁、こういう壁はね、なるべく短い方が、別にそれあれじゃないですか、もうちょい前に出ればいいんじゃないですか。ここ、これだけの敷地あるとここ余裕あるから出入り簡単だけど、はい、ただね、油断すると普通にやっぱね、やっちゃうのよ、
人って。あとこういう土地ばっかりじゃないじゃん、はい、例えばこれぐらいの土地の時とかさ、はい、こういう折り返しなきゃいけないとか、はい、なるほどなるほど、はい、なので結構大変だから、はい、ここやっぱり大事、この壁とか障害物の距離関係、はい、長さ関係、なるべくね短い方がいい。やっぱ一つの扉も開いてるぐらいの方が確実で、あとほんと細かい話すると、はい、この壁が高さがあればいいんだけど、はい、コンクリートブロックみたいにこう1段2段低いと余計見えなくて、サイドミラーよく引っ掛けがち。確かに後ろのタイヤ引っ掛けるとかありそうとか、はい、フロントボディの横のところ、うん、はい、ミラーサイドミラーが映りにくいとかあるから、はいはいはい、うん、そういった時はよくすりがち。だからそういうのが嫌な方はフェンスとかあった方がまだミラーに映るから、はいはい、ここに壁があるんだなって分かりやすい。で今の話を実際に外でも撮影してきたんで、これちょっとね参考までにいきましょうか。はい、お願いします、はい、じゃあこんな感じです。皆さん、やっぱ駐車場後悔したくないんですけど、なんかいろいろ実演を踏まえてポイントを教えてほしいです。わかりました。まず一つ目、壁とかあるじゃないですか。はいはいはい。何中でも目隠してもいいんだけど、はい、壁があって、はい、ここに駐車場があります。はいはいはい。ってなった時に、この壁が長すぎると、はい、バックだったり、出入りとか止めづらい。だから、こう回るじゃん。はい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 。壁が長いってさ、はい、この周りが大変なの。はいはいはい、ここはもう適切な距離って意識しておかないと、はい、あこれ適正な長さってどうやって考えたらいいんですか。正直あんまないないんですか。はいはいはい。やっぱりこのここの距離に見えるから、はいはいはい、あとこっちの広さ、はいはいはい、これだけあれば、はい、バックができる、はい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 、この広ければあんまり必要がないんです。そうですね、問題はこっからだよ。はいはいはい、はいはいはい、これが長いと当たっちゃうから、はい、なるべく短い方がいい。ちょっとじゃあこれちゃんと入り口も考えないとダメってことですね。そう、家考えるときは。はいはいはい。3点目、床のデザイン。床のデザインってそんな別に駐車場なんでもよくないですか。なん、はい、でもいい、なんでもいいってたらおかしいけど、はい、一番いいのはコンクリだね。次に洗い出し仕上げとか、はい、まあ、大体そのパターンが多いんだけれども、うん、実は他にもで やり方あるよっていうお話。例えばタイルとか、うん、タイルもね、あの踏むと割れちゃったりするやつがあるから、はい、結構厚みのあるタイルを使った方がいい、駐車場とか車乗るスペースに関しては。はい、だからまずタイルっていう選択肢もあります、はいはい、他にもね石っていう選択肢もあって、はい、天然石ね、ピンコロとかそういったアイテムを使うことがある。ピンコロってまあ石なんだけどね、はい、天然の石の四角形のやつが、うん、サイズがちっちゃいバージョン、はいはいはい、100角とか、はいはい、90角とか、ね、うんうん、そういう石があるんだけど、これもね結構見た目いいんだけれども、うん、やっぱ費用がかかる、結構コストが高い。どれぐらいかかるんですか。平米1万ぐらいか、もっといくかな。そんなかかるんですか。なんか施工費とか考えるとね、はいはいはい、結構いくから、材料もたくさんいるし、うん、施工もいっぱいかかるから、うん、結構大変。なんかいまいちピンコロのイメージが置かないんですよね。ピンコロ石っていう名前のね、石です。石です、はい、結構人気なんですか。まあまあかな、まあ、昔からあるんだけど、はい、まあ、これ見てもらった方が分かりやすいね。あ、これも映像であります。はい、ありがとうございます。ちょっと一回現場でね映像見ましょうか。はい、こんな感じです。まあ他にもねデザイン性高くて値段が高いやつもある。やっぱあるんですか、はい、こういったピンコロとか石。いや、石ですね。そう、タイルとか石。まあ、なぜかというと下にコンクリートで下地を作って、はい、その上に乗せていくから。あー、はい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 。あ、下にコンクリート引いてるんですね、これ。そう、耐久性を持たせるために下にコンクリート、はいはい、この上にさらに乗せてるんです、うんうん、でもデザイン性はめちゃくちゃいいですよね。そう、汚れづらいし、うん、でも重厚感から、はい、いいんだけど、ね、段だけがちょっとね。そうですね、まあ、でもやっぱりおしゃれにしたいって思ってる人はこういうやり方知らないとちょっともったいないっていうか後悔しちゃうかなって思いますね。コンクリートとか洗い出ししかないんだと思い込んじゃうと、うんうん、あ、こんなのあったんだって、ね、はいはいはい、そうですよ、ね、幼虫です。はい、わかりました、はい、4点目、芝生。ちなみに駐車場で芝を使うことってある？あるんですか？ある、あのね、あんまりコンクリートとかのイメージですけど。そう、基本コンクリートとか、はい、ただね、あのユニソンさんのリビオっていう緑化ブロックみたいなのがあって、はいはいはい、車のタイヤが、うん、芝生に乗らないような仕組みになったり、ね、はい、そういうやつもある。だからあんまりね、タイヤに踏まれない方がいい、芝生は。あ、やっぱそうなんですか。そう、踏まれるとやっぱね、へこんだり溝ができちゃったりとか、ね、いろいろあるから、はい、この辺注意が必要、はい、これもじゃあ実際のあの映像で見たら方が分かりやすいです、うん、そうだね、動画とかで見たら分かりやすいんで、はい、分かりました。はい、行きましょうか。はい、はい、駐車場ですね。あの駐車場床もいろいろデザインありますよね。そうですよね。なんかいつもなんかコンクリートとかアスファルトとかいろいろ説明してくれるじゃないですか、うん、なんか実際どういうコスパが安くてどういったデザインがいいのかちょっと教えてほしいです。なるほど。まあイメージ、まずアスファルトは分かるね。はい、アスファルト系はね、
大容量、はい、コンビニとかデパートとか、はい、すごい大量に使うところであれば安い、はい、だからあんまり一般住宅では使わない。次にコンクリートはイメージしてもらっても分かるんだけど、はい、大体戸建ての住宅、注文住宅とかでもあると思うので、はい、まあまあイメージしてもらって通りで、うん、普通の価格帯、もうちょっと予算を下げたいと思ったら今度は芝生系もあるけどね。芝生系ですか。あんま使わんけど一応こういうのもある。だからね、車がいっぱい乗ると剥げてくるんですよ。どういうことですか。だからこの入り口とかで車ハンドル切るから、はいはいはい、からなんかダメージでなくなってっちゃった。これ元は何なんですか。芝ですか。芝。ああ、天然芝ですかこれは。天然。ああ、こっちってハンドル切らないじゃん。まっすぐ来てまっすぐ出るから、はいはいはい、比較的ダメージが少ないんだけど、あ、曲がったりタイヤ切るからこっちはこんだけいかんで、じゃあ普通にまっすぐ出たらまだ軽減される。うんうん、だから後ろの方タイヤ切らないからね。はいはいはい。これって摩擦ってことですかね。そう、ハンドルで痛む。もうこれ防ぎようないんじゃないですか。そうだからね、あの違うメーカーさん、ユニソンさんとかだと、はい、あのそういったところでも使えるようなアイテムがあったりする。はい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 。あのだから直に引いちゃうとこういう風に傷んじゃうことはある。うんうんうん、わかりました。5戦目、スリットの砂利から雑草が生える。駐車場ってコンクリートの話なんだけど、はい、うん、隙間を作らなきゃいけない。コンクリートってあの膨張するんで、はい、膨張するためにその逃げを作るためにちょっとスリットっていう隙間を作るんだけど、はい、そこを砂利にしておくと、うん、その砂利から雑草が生える。ただデザイン的にあの砂利が好きな人もいるから、はい、内側にやっちゃダメってわけじゃないんだけれども、うん、砂利がないと他に伸縮メッチ、エラスとか、はい、芝生とかいろんなやり方があるんだけれども、あの砂利にすると雑草は生えますっていう、うん、それ知らない人意外といるんだけれども、雑草がそれで嫌っていう方はね、やっちゃうと結構後々メンテナンスが大変で後悔するポイントになったりはするから、うん、なるべくね雑草が嫌な方はね、そういった隙間っていうところも注意してほしいですね、はい、なんかさっき紹介してもらったその芝の中でなんか実際芝に見えるんじゃないんですか、そのスリットのその目地なんかあんま変わんないかなって思うんですけど、どうですか。芝生とそのスリットの間に草を入れるってなんかそんな別に差がないなと思って。芝生は綺麗じゃん、はい、雑草は汚いのよ。汚いじゃないんだけど、はい、やっぱ分かるから、はい、で、あえて人工的に植えた天然のもの、はい、あのグランドカバーとか、はい、タマリュとか、はい、芝生はいいんだけれども、はい、雑草はね、見た目は雑草って分かるから抜いた方がいいと思う。ちょっと違うんです、ね、違う。同じ緑ですけど、同じ緑だけど違うだからそこは注意した方がいいかな。あ、分かりました。はい、6戦目、コンクリートの予算。コンクリートの予算はかかるわけ。結構高いんですよ。高いんですか。高いです、はい、で問題というか意外と削減しがちなポイントでして、コンクリートを減らして砂利にすることはあのよくあるんですけど、はい、一個ポイントなのが、はい、まあ、普通にコンクリート打つとさ、はい、こういうふうに全面打ったりするんだけれども、まあ、全面打つ場合もあるし、はい、ちょっとこれをね全部打っちゃうと値段が高いじゃん、うん、そう、あ、そうですね、面積ですよね。そう、面積、はい、だからこういうふうに、ね、車が乗るとこだけコンクリート打って、うん、はい、ここは砂利にするみたいなあるんだけど、はい、こうすると費用は確かに抑えれる。この部分で、この部分は安くなるよね。ただこれってすごい知れててビビたるものなのよ。砂利にするから結構ここも雑草が生える。だから予算を削減したいのであれば、僕はねこういうやり方はあんまりやめて、はい、もう一層全部砂利、コンクリートなしってことですか。全て砂利にしちゃった方がまだ潔いのかなと思ってる派、はい、あの駐車場全部こう砂利っていうのは微妙だけど、はい、例えばさ4台分スペースあります、2台分だけコンクリートでプラス2台はもう砂利みたいな、こっちの方が潔いのかなって思う。なんかこういうふうに無理に減らしていくよりは、なるべくねあのコンクリートは減らすより全部打った方がいいんじゃない派です、うんうん、まあ、人によると思うんですけど、ここ考え方は、はいはいはい、それよりもちょっとでも減らして細め線広げたいっていう人もいれば、ただあんまり予算減らないんですよこのやり方。そうなんですか。そう、さっき言ったちょっとしか減らんかった。でもっとねドンと落としたいのであればこれぐらい削減する必要がある。一室の砂利の選び方は別に何でもいいんですか。まあ採石とかが多いかな。採石、そう。7戦目、タイヤ痕。タイヤ痕確かになんか聞いたことありますね。タイヤの跡、あのコンクリートを打つ場合ってコンクリート白いんですよ、はいはい、まあ、グレーだったり白だったりするんですけど、はいはい、タイヤの跡がつく。やっぱつくんですか。3日ぐらいつくかな。もうちょっと早く眺められないですか。無理だねじゃあどうするっていうことで、はい、僕ら洗い出しとかをお勧めさせてもらうんだけど、タイヤの跡はどうしてもついちゃうんでね、ここしょうがないんですよ、うん、でこの跡を気になるっていう方もいるんですけど、はい、他の選択肢として洗い出しとかいろんなピンコロとかね、うん、そういったアイテムを知っておいていただいた方がいいっすね。コンクリートだと値段は安いんだけれども、それの跡とか、そういうのは汚れは絶対目立っちゃうんでね、うん、気をつけてもらった方がいいです。はい、ということでね、こんな感じで今日いろいろ駐車場の効果についてお話をさせていただきました。なんか結構情報盛りだくさんなんですけどね、あの現場の写真動画があったりとか、
口頭で喋ったりとか透明ボードがあったりとかいろいろ分かりやすいように工夫したつもりなんでね、ぜひ分かりやすいとかね教えていただけたら嬉しいです。はい、あんま絵上手くないんでね、その辺ちょっと分かっていただけると嬉しいです。でね、他にもね駐車場のお話いろいろさせてもらいましたので、こんだけねみんな知っておいていただけたらね、デザインとか後悔する面とかねいろいろお話しさせてもらったんでね、7個絞り出しましたので、ぜひ参考にしてみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。またコメントの方でですね、ぜひ皆さんのコメントお待ちしておりますので、ここ分かんなかったとかね、もうちょっとうまく書いてくださいとかね、いろいろあれば教えてください。はい、でね、このチャンネルでは失敗しない後悔しないための外交作りについて情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。お疲れ様でした。お疲れでした。なんかあれですね、駐車場も意外と道路の幅とか気になる人が気になりますよね。ね、てか知っておいた方がいいかな。まあでもどうだろうな、お客さんでそこまで知らなくてもいいのかもしれんけど、あまあまあまあこっちがまあある程度懸念点分かってればいいかなって感じですよね。まあお客さん目線知っておいてもらった方が、うん、私運転苦手なんでこれぐらい欲しいですとかは言えたりするかもね。それはあるし、確かにそうです。事前に運転苦手ですって言っておいてもらった方がいいかもしれない。そうだよそうですね。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。